ロープによる物干し物干しとは、洗濯物などを自然乾燥させるための器具。物干し竿、洗濯ロープ、物干しロープ、物干し器などがある。物干し竿に着物を干す女性とたらいで洗濯する。女性から1925年物干し竿は、主に洗濯物を干すために用いられる竿。竿だけとも言うが、 竿という漢字の部首が竹かんぐりであるように、かつて材料として竹が用いられていたことの名残である。物干し竿にはハンガーで吊るした衣類をかけたり、またタオルやシーツなどはそのままかぶせるようにしてかけたりする。半袖のシャツなら、右袖口から左袖口に通して干すこともある。竿や、指示台が丈夫であれば、布団など重量物も,もかけて干すことができる。 この他、干し柿など食品を吊るして干すこともできる。風の強い日は干しているものを洗濯バサミで留めておくことが望ましい。物干し竿本体は長さ2から4メートル、太さ3から4センチメートル程度のまっすぐな棒。内部は中空でどちらかといえばパイプに近い。かつて竿だけと言われたように竹でできていたものだったが、現在は 鉄やステンレス鋼アルミニウムといった金属製のものが多い。地面や床に接して自立している支柱に渡して取り付けるものと、壁や柱に取り付けた指示具に渡して取り付けるものとがある。自立型の場合にはその両端を物干し台などと呼ばれる指示台によって設置する。また、マンションなどの集合住宅では、バルコニーやベランダに物干し座を渡すフックがあり、 取り付け型となっている。いずれも地上から高さ2メートル程度の位置で支持する。竿の位置が低すぎると、干しているものが地面に接触してしまい、逆に高すぎると干す際、及び取り込む際に苦労を要することになる。一般に庭やベランダなど屋外に設置される。風雨にさらされるため、竿、大ともにサビなど腐食による強度低下に注意する。近年は、 錆びにくいステンレスコーと偽ったクラッド缶で作られたものが多いが、それらは鉄製と同じで非常に錆びやすい。物干し竿カバーは、物干し竿の表面を保護する塩化ビニル樹脂製の熱、収縮チューブである。中に竿を通し、熱湯をかけるなどして、熱を加えることでチューブが収縮し、竿に密着する。鉄製竿の腐食防止や、老朽化した竿の補修。 補強に用いられる。三菱樹脂製のシチュー部は有名。竿竹屋は、物干し竿を販売する業者。日本では昼間、軽トラックに物干し竿を積んだ竿竹屋が、住宅地を巡回しながら販売している光景が、しばしば見られる。売り歩く際は、竹や屋、竿竹屋、竿屋、竿竹といった、独特の節回しで呼びかけるのが定番。竿竹屋は、 購入者が販売者を呼び止めるという形態から訪問販売として扱われず、クーリングオフが適用できない。被害に遭った場合は、最寄りの警察署、消費者センターに相談することである。国民生活センターでは、竿け屋を呼び止める行為は慎重にし、価格を確認して、不要な場合はきっぱりと断るようにアナウンスしているものの移動販売のトラックを見ても、 正当な販売をする業者か悪質な業者かを見分けることは困難なため物干し竿が必要なら金物店や大型スーパーやホームセンターなどに買いに行くのが安心な購入方法であるホームセンターによっては物干し竿や物干し台など長尺物や重量物などの運搬用に一定時間まで無料で軽トラックを貸し出す店舗もあるので 乗用車に乗せられない場合は軽トラを借りて運ぶ方法もある。運転免許がなければ優勝になる場合もあるが配送を依頼することもできる。伸縮できるタイプであれば自分で持ち帰ることも容易である。直接に洗濯物をかけるようにした器具である。ありがとうございます。